はい。それじゃあ、EDPC の良い,い問題、ナップサック2解いていきましょう。で、ナップサック1を前回解説したんですけど、実は問題ほとんど変わんないんですね。問題文は全く一緒です。で、制約がだけが違います。ちょっと比べてみましょう。えっ、ー、と、問題文は、えっ、ー、と、D がこれですね。で、こうやって、はい。こうやると、えっ、ー、と、上は一緒で、制約がちょっと違うと。制約。 えっと、N が100以下は一緒ですね。左が D で右が E です。で、えっ、ー、と、W が E だとでかくなってるんですよ。困った。で、えっ、ー、と、ここは一緒ですね。で、V が今度はちっちゃくなってると。だから、前回の DP テーブルって I 番目までで、えっ、ー、と、重さの相和がどうのみたいな。 やつ作ったんで、すねで W が小っちゃかった。まあ、小っちゃいっても大きいんですけど、まあ、まだそれぐらいメモリア確保できるぐらいの大きさだったんで良かったんですが、今回10の9乗なんで100、100×10 の9乗の配列は作れませんね。で、代わりに、ここに V が小っちゃいというのが書いてあるんで、こっちをなんとか使えないかというのを考えてみます。で、えー、っと、まあ、これもですね、ぜひ覚えてください。えー、っと、前回は何番目までで、重さの総額がこれっていうのでの時の価値の最大1でしたね。 で、今回は逆で、はい。無理配列は、合わ目までのお菓子で、価値が、価値の総和がちょうど V となるような選び方の重さの最小値です。はい。だからまあ、えー、価値に変わったのと、最小値を、な価値を、で、価値を総字に入れて、最小値、重さの最小値を DP 配列に入れるという風になりました。前回は逆で、えー、重さの値を DP テーブルに入れて、 DP の総除に入れて、DP テーブルの中身は、えー、と価値の最大値でしたね。で、これどちら、えー、逆なわけですで。とりあえずこの DP テーブルは埋められますよね。で、計算方法はちょっと変わってきて、えっ、ー、と、今回も万平使います。0個目、要は何も使ってない状態だと、えっ、ー、と、価値をちょ,ちょうど0にすることができますね。何も選ばないので、その時は重さは何も使ってないので0です。で、それ以外はそもそも不可能なので、いくら重さがでかくても無理だから、インフィニティ入れておきましょう。 でそれ以降に関しては、えー、つまり i 番目の重さで、えー、i 番目までで、えー、と価値が j にできますかっていうのは、i-1 番目まででできますかっていうのと、えっ、ー、と、i-1 番目までで、i 番目のやつを使うので、つまり、I、えっ、ー、と、価値を j-vi にしたときにできますかという値に wi を追加したものの、まあ、最小値を取ればいいというふうになります。まあ、これも前回言ったらうに、 になななるよううしてますね I のやつを使うか使使かかわわいい上が使わないやつで、下が使うやつですでこれでやると、ちゃんと網羅的に dpig の値が計算できます。えー、埋める順番も簡単で i がちっちゃい順ですね。で、まあ、これをすると、えっ、ー、と、i 場面までのお菓子で価値がちょっと V となる選び方っていうのがわかりますから、n 場面までのお菓子でちょうど V にするには、重さがいく,いくつく必要かっていうのがわかります。だで、えっ、ー、と、今回入力で与えられるのは、 えっと、重さは W 以下にしてくださいってやつなんですけど、V、すべての V について見て、えー、達成可能かなっていうのを見ていけば、えー、最大の部分分かりますね。で、えっと、このテーブルがあれば、されるわけです。で、前回とか今までと変わってるのは、DP テーブルの中にその答えが載ってるわけじゃないわけですね。だから、添え字があ、条件を満たす中で一番大きい添え字が答えになるから、DP テーブル埋めた後にもう一作業入ります。 とりあえず DP テーブルを埋めるようにえっ、ー、としてみましょう。というわけで E.cpp 作り、テンプレート書き、N と W もらって、こう、もらうわけですね。前回ちょっと数字の順番間違えたんで、ちょっと見ましょう。WV ですね。W もらって V もらうと。はい。で DP テーブルなんですけど、ちょっとさっきも見てわかるように初期化がちょっとめんどくさいです。DP00 が0ならいいんですけど、DP00J がインフィニティですね。 4イント J は0の。で、W、W の V ですね。J はどこまで動くか。えっ、ー、と、V なんですけど、V 自体は、えー、入力される V 自体はこの大きさなんですけど、答えとしてあり得る V っていうのは、えっ、ー、と、1 0 0るこれですね。だから10の5乗なわけです。10の5乗を、1234。はい。これで計算しましょう。で、4イント、えっ、ー、と、DP の、 0の j は、あ、で、0の時はいいから1、1以上の時ですね。1以上の時、ここに infinity 入れてあげます。あ、long long infinity の方がいいですね。はい。で、あとは tp テブル埋めるだけと。n 個目までやりますと。あ、だからこれ、また1インデックスですね。万ペを置いてるから、はい。こうやってあげて、r i n t j は、1j は、0から始めていいのか。 ここまでは一緒で、あとは、はい、こうですね。えっ、ー、と、使う場合と使わない場合に関して、ミンを取ると。やってみると、dp i か j はミンの、あれ、n がないって言われたああ、宣言してないからね。まあちょっと後で宣言しましょう。で、えっ、ー、と、ここれ書くと、dpij はみんな dpi-1 くっ括弧 j。 か d で、すねでやっぱりこれは危ないんで、危ないからこういうふうに書き直しましょう。<music> IfJ-V-I が0以上ならば、こです、ね、これは d 今してる値と新しい値の最初をちょっと取ってくださいと。はい、こうやって、えっ、ー、と、いろいろ怒られてるんで、 宣言ししてあげましょうこれの、えー、G は100個かんあ ?100 個品物があって、重さの相和はこんぐらいの可能性があると。で、品物に,に関する情報はこうやってね、置いとけばいいでしょう。以上以上かなはい。これ DP テーブル埋まったんですが、DP テーブルの中に答えはないので、えー、っと、4イント、W、じゃ V は0から、 1,2,3,4,5までやって、DP×N×V。これが W にちっちゃいがいます。つまり、えーと、N 場面までの品物を見て、えー、価値の総和がちょうど V にするとします。その時、重さの総和は、和あのナップサックの制限である LargeW 以下ですかというのを見て、いけるんだったら、とりあえずその価値のものは作れますね。だからアンサーは Max のアンサーの V と。 いうふうふになりますここね、アンサーを0とかで初期化しといて、で、最後ね、lcout、アンサーとやるですね。ここで光ってるのは型が違うからだかかな。まあ、ここはス small でいいです。はい。これでよかろうか。とりあえずコンパイル通りそうなんで、えー、コンパイルして、入れ込みます。じゃあ、これ90になるでしょうか。はい。なりませんね。なんでしょう、これ。 えっと、あれあ,あ、そっか、ちょっとイコールがあるのはちょっと怪しいんで、怪しいダメなんで、これは、ここイコールつけていけませんね。はい。そこをつけると、配列外産者で壊れるから、こうですね。はい。いいでしょう。おう。てか、まだ最後のケースやってないんで、それもやりましょう。これ17になってください。 はい。じゃあ、なったので、e.cpp を提出します。はい。さで、まあ、どうせこれ通るんですけど、えっ、ー、と、まあ今回、今回、今回の動画と前回の動画で、えー、とナップサックを2本解きました。で、えーと、何番目までかっていうのは掃除に入るんですけど、2つ目の掃除に入れるものが、重さの相和だったり、価値の相和だったりでちょっと違うと。 で、どういうものがそういうになりうるかっていうのは、まあ、いろんなパターンがあるので、まずはね、数を覚えるというのが大事です。このも、えっ、ー、と、EDPC の中だと、ナップサク問題は2つですが、えっ、ー、と、アリ本とかだともっと違う変なパターンあります。個数制限がないやつとかね、まあ、いろいろあるんで、それはもう、見て覚えてください。で、こういうのがあるんだなっていうのはあの、思いつくのも大事なんですけど、まあ、思いつかないものは思いつかないですから、ある程度考えてわかんなかったら、ちゃんと答えを見て覚えましょう。 で今回、ティップスとしてですね、DP 配列の数字の選び方っていうのを2通りお教えします。で、1つ目が先ほどから言ってるように、記憶から全探索するってやですね。で、どういうふうにやるとナプサク問題解けるかなとか、あと、この後いろんな典型問題があって、えー、最長部分文字列問題とかあ、そういう有名な DP の問題はいくつかあります。で、それ、もうとりあえず全部やりましょう。Google、あ、は、のー、ググいくらでも出てきますし、EDPC 全部解くだけで、それの ほとんど、はもらうできるんじゃないかと思います。で、あと昔に TypicalDP コンテストっていう、今回の EDPC よりも全体的に難易度高めの,あのコンテストがあるんですけど、それを解くのも全然ありだと思います。で、えー、っと、記憶から全探索するんですけど、まあ、全部探索してるとコンテスト終わっちゃうんで、まあ、この値が計算に寄与するなみたいなのをちゃんと覚えておくと、えー、っとこっちの方がいいとか、すごい覚えられますね。だ今回の問題で言うと、えー、例えばい、e、い問題は、 えっと、w がでかいから、これが関係、計算量に関係するような解放は、まあ探さなくていいわけです。スキップして、逆に v がちっちゃく効いてきそうなやつは、ちょっと見てみるというふうにしてみてもいいでしょう。で、逆にですね、ログ w が効いてきたりするとかあるんで、まあ、あの一概に全部スキップしろとは言えないんですけど、まあ、そういうふうにして、計算あの、頭の中にある計算量のバンクからこう引いてくるというのは、十分いい方法ですし、結局、 すごく早く最初の方の問題を解く人っていうのはこれがすごく早くできてるっていうわけですね。わけですからまあ皆さんもあの順位表とか見て早いなと思うときはその人たちはまあある意味で知ってたということと思ってください。で、もう一個の方法はですねこれはまあ全部の時使えるかって言ったらそうでもないんですけど役に立つことが多いです。っていうのとあと DP の大事な考え方の一つである 計算量をまず度外視して考えるっていうのが、ここに主役されてるんで、ちょっととりあえずこれを言います。これは、えっと、問題に出てくる変数を全部使うような、審議値を取る DP テーブルを作って、で、まあ、大きいやつを削っていくというか、まあ、頑張って削ります。で、この頑張りは、問題次第です。で例えば今回のナップ作問題だと、出てくる変数は何でしょうかえー、っと、N、W、W、V ですね。まあ、ラージ W とスモール W は似たようなものですから、置いといて、N と W と V があります。 だから、これ全部そうに入るような DP テーブルを作るわけです。そしたら、DPIVW で、I,、v、で I 番目までを使って価値とか重さの総和が V と W になるような選び方はありますかっていうんですね。だから、さっき言った通り、こう、新基地を取るようにっていうわけですね。これは true か false が入ります。できますよ、できませんよっていうのが入っていくと。で、こういうのを考えると、この DP テーブルむちゃくちゃでかいんで、到底、あの、さっきの D 問題も E 問題も解けないんですけど、 でこの d p ー true, false しか入ってないんで、なんか境目だけ考えるとどうだとか、えっ、ー、とこあ、1より左には1しか入んないとか、そういうのが分かってくると、ちょっとうまく確認できたりします。 でまあ、この作業の仕方はですね、ちょっと難しいんで、あまあ、たくさん DP の問題を使って、さらに典型じゃない DP の問題を見つけたといて、エディトリアル見て、ああ、なんかそういうのもあるんだなってなった頃に、ちょっと僕のこの言葉を思い出していただければ、あの、あるときピカッと脳の中で光るものがあるかもし、えー、れません。まあ、だからまあ、これ話半分でいいです。上の方は覚えてください。基本覚えるものです。覚えて、簡単な典型のやつは覚えてください。あの思いついていくのもいいんですけど、覚える方が絶対早いです。 っていうのを覚えておいてもらって、今回の不足問題はここまでということにしましょう。次は F 問題です。よろしく。